虫子、えー、俗称第1を見ました、えー、お酒のね話でしたけどもいやー毎回ね虫子はすごいんだけども今回もねあの今回は分かりやすくて切れ味鋭くこうオチみたいなところもしっかりねあ,のあって本当に見やすい分かりやすいそして深い、えー、いい話でしたね <laughs> まあお話はね単純なんだけども、えー、ある男がいて、えーまあ、森の中で、えー、黄金に光るね酒を飲んでその味が忘れられないで,でそのまま当時で、えー、お酒を作ってたと。で結局ねその男はまあ,あそれを作れずに。 息子に代替えして息子もですねお酒作り蔵元でね働くということなんですけどもあの <coughs> その息子がですね、えー、まあよくできたお酒をね父に運ぶ時に途中で森の中でこう虫たちの集まり飲み会みたいなところに紛れ込むとはいで黄金に光るお酒ですから飲みたいなと思って こう身分を偽ってですね、えー、まあななでこう入っていくわけね森の中にその宴の中に、えー、で身分がバレるとで追っかけられるという話でしたけどもあの <coughs> えー、このね杜氏という職業だよね現代でもありますけどもお酒造りでまああの 今はね、そういうできたりできなかったりっていうのはあんまりないのかもしれないけども昔はですねすごいあったんでしょう。えー、でねこの黄金に光る酒ですけども「あのー、紅、ま、旗、あ」コウキというね、えー、名称がついていてこれ実はあのー、普通の酒ではないと、はあ、虫たちがその仕事に用いるものですよね。えー 例えばお医者さんでいう麻酔剤のようにね消費してなくなってまた補充してきてで仕事で必ず使うというそういう性質のものなんじゃないかな、まあ、詳しくはね書いてないですが描かれてないですけども、うん、でえーまあ、自分の持ってる酒がね黄金に光るんでそれを取引してくれっていうに言われるわけですねはいでねこの 昔見た親父さんが昔見たあの黄金に光るお酒が忘れられずにそれを自分で再現するために当時をねずっと続けるそして精進するというね状況でしたけどもま息子もね当然同じような状況になると思うんだけどね。要するにあのえ何て言うのかな えー、極上の品への憧れというか究極の一品への、えー、挑戦というか、はい、でこのねあの究極のお酒への、えー、挑戦というかあそれがね一つのモチベーションとなってこのね、えー、蔵元で働くということがねあのこのおやじさんには起きてるんだけども私がねここで思ったのはあのー なんていうかな、えー、このお酒造りはですね、まあ、現代のね今のお酒造りとはちょっと違うと思うんだけどもこのお話の中での蔵元はですねある年はいいのができてある年は「ダメだめだ失敗する」みたいなそういうね偶然性がかなり強いそういう職業なんですね。はい、だからこれねあの 蔵元っていうふうに限定しなくても他の職業でも共通して言えることがありますし、えー、他の職業、えー、でも起こるようなことをこう蔵元のね形を借りてこう言ってるというふうに捉えることもできるわけですよ。えー、具体的に言うと例えば漁師さん、はい、漁師さんはですね海のね漁師さんはお魚とる人は。 えー、まあ量に出てお魚いなければ買ってくるしかないですよね。うん、で天候とかね海流とか経験とかで今日はいると思って行ってもいなかったりとか、逆に今日はダメだなと思ってでも大量だったりそういうことは多分あると思うんですよ。これはもう運のね要素が、ね、かなり入り込んできてるということね、うんえー。農家でもそうですね。今年はあのできるなと思っても 急に、ね、台風が来て、えー、不作だったりとかあるいは急な病気が流行って、えー、全部枯れたりとか、うん、本人の頑張りとは、えー、別次元で偶然性が入ってきてるということですよ。でねこういう職業は他にもたくさんあるわけで、えー、まあ偶然性が入ってきてるということはマイナスに働く場合も非常に多いですね。 えー、急に全滅したりとか、はいえー、あるいは火事になったりとか、うん、しかし急にプラスに働くこともある何かの偶然の要素で、えー、急にね素晴らしい野菜ができたりとか急に、えー、大量になったりとか、はい、大したコストもかけてないんだけどももうね、えー、宝くじに当たるみたいな。 えことともあると思いますよ、ね、うん。でそれを体験しちゃうとね、えー、忘れられないんじゃないかなと私はね、えー、想像します、はい。これ全部想像なんでね、あのー、あれですけども。であのー、例えばねお酒造りでもそうなんだけども偶然ものすごい素晴らしい酒ができたと。はい でえーまあ、その年のね気候とかお水とかいろんな要素が含まれて偶然的に素晴らしいのができた同じ方法で作っても次の年はそうでもないと、うん、いうこともあると思うんですよ。でねあの何、ー、て言うかな素晴らしい偶然性を体験しちゃうとそれを再現しようというね こう欲求が出てきてきしまうもしね再現可能であればもう大儲けなわけですよ。ねあるいは、えー、この究極へのチャレンジとしてはあ成功と言えますよね。自分でコントロールして究極のものを作るわけだから最上のものを作ってノウハウをね手に入れてそれを子供に伝えたりとか、うん、そのね蔵元のある地域に貢献することもできますよね。 はい、あの地域は毎年毎年必ず素晴らしい酒を作るということになるわけだから。うん、でねまあそのね、えー、偶,然性偶然できた素晴らしいものを再現したいという欲求はですね、うん、私はねプラス面も非常にあるけどもマイナス面も同時に合わせ持ってると思います。 あのー、例えばね、あのー、競馬行きましょう競馬競馬でね、えー、こう予想して勝ってると毎回ねで勝ったり負けたりなんだけどもある年ある時に万馬券を、ね、偶然当てたとしましょうか万馬券はい、えー、例えば100円で100万ぐらいになったと、ね、超万馬券みたいなの当てたとしましょうかそしたら その人はですね偶然に最高のものを手に入れるわけですね。で、それは再現はできないわけ。えー、簡単には再現はできないよね、それはね。うん。えー、次、同じうま、えー、かったってしょうがないわけだから。はい、同じ法則で予想しても、万馬券になるとは限らない。うん。で、ズブズブとね、こう、はいはい、のめり込んでいく。 はい、ズブズブと、えー、勝つまでやめないというどんどんお金をねつぎ込んでいく額が上がっていくみたいなそういうことなんですよねうんだからねあのギャンブル依存症みたいなね、えー、ことにつながるのがこの偶然、えー、手に入れてしまうというね偶然えー 最高のものを手に入れてしまうということなんじゃないかなとね私は思ってますはいですからねあの、えー、このお話無視士のねこのお話はですねあの危険な要素を非常にあの含んでますよね無視士のお話はねあの甘いお話はないんですよね厳しいお話だらけなんだけども、えー、その中でもね これはこうマイナス面も描いてるんじゃないかなとね、えー、思ってます。はい。でこのお話の中でね面白かったのはあの無師氏のこう飲み会みたいなのが森の中で開かれてるっていうねそういう,う状況ですよね。これはね面白いね。うん。あのー。 お話の、うん、面白さっていうかな虫師、えー、のねあの銀行はね主人公のあこの白髪の銀行ですけどもいつもねこう大体一人で行動するわけで、えー、旅のね、えー、途中ねこういろんなね、えー、村に寄ってその村の 病人あるいはこの虫による、えー、この害悪こういうのを聞いてですねそれを治すという、はい、そういう、まあ、職業虫師なんですよね。であのなぜね銀行が旅をするのかっていうのがね ここでよよく現れてますよねこの話であのー、虫師たちはこの全国にねあるいはあ,ある地域に、えー、結構いると、うんえー、この読み会に参加してるのも20人くらい30人ぐらいいたわけですから、はあ、全国的にはもっといるんじゃないかな、えー、例えば都道府県に1人とか2人とか。 あるいは都道府県に5、6人いたりとか、はい、そういうレベルでいると,ということですね。で、えー、まあ、ある時期に、えー、ここに集まって、飲み会のようなことをやってると。で、まあ、飲み会じゃないんであの、何やってるかっていうと、多分情報交換と、それから、この光るお酒、後期の補給ですよね。うん、補充というか、これがないと、仕事にならんと。 いうことで,でね、あのー、情報交換を密にやるんであればですね、えー、一つの村に無視師が集結しとけばいいわけずっとはい、あのー、今はねネットがありますから電話もネットもあるから、えー、一つの場所にね全員がいる必要ないんだけども、えー、まあ何て言うかな この、ねえー、お話の設定ではそういう連絡手段があまりないというね設定なんでまあ,あの江戸時代とかね明治とかそういう状況だと思うので、えー、簡単に人と人が連絡できない。ね、ということで、えー、もしねあの虫師たちが連携を取ってですね この仕事をしたいならあるね地域ある村に全員住んどけばあいいわけそうすれば情報交換隣の人と喋ればいいわけだからあるいは何かお触れを出してもすぐ全員にあのー、お触れが行きますよね要するに忍者の里みたいなはいイカの里みたいなそういうのを作っとけばいいんだけど無志士の中では そうはしないよね、うん、少なくとも銀行はその村にはいないよね常に移動しているとでこういう特別な時に、えー、その森のある地点に来て情報交換とかをしていると考えられますでねなぜ虫子が旅をするかですけども他の人間もどうも旅をしているような、えー、格好をしているし持ち物をしてるんですよね旅慣れているような持ち物 これはね、あの多分旅をどんどんしていって自ら虫による被害を調べていくというまあ活動なんだろうね、えー、当然お金もね稼ぐけどもそれよりも知識経験を探しに行くということですよねあの「なしのお医者さん」みたいなそういう 形ですかねちょっとねあの例えが変ですけども、えー、自分のね事務所とか自分の病院を持たない流しのお医者さんみたいなフリーのお医者さんみたいなそういうね形ですよね。うん、まあ,あの薬売りというふうな、ね、言い方もできると思うんだけどもとにかく自分でこう歩いてですね、えー、定期的にいろんなとこ回ってで知識と それから情報とあの顧客をね、えー、見つけに行くという、うん、そういうことなんでしょうねはいえー、まあだからね今さあの地方都市の医者がいない、えー、お医者さんがいないような過疎化した村とかあるでしょ 結構問題になってるよね。あるいは離島ですよね、えー。お医者さんが少ない、あるいはいないような離島。でも人は、ね、ある程度住んでると。それ病人がね、出たらどうすんだっていう。いちいちヘリで運ぶのかみたいな、ね。ヘリで運べないときどうすんだみたいな。そういうねあの、過疎化が叫ばれてますけども。あの、無失心のこのね、お話を見てると。 えー、都市部にねお医者さんがガーッと集中しちゃってるのはね、うん、どうも具合が悪いよね、うん、まあ都市に住んでる人は近くにお医者さんがいっぱいいるわけだからあまあ便利でいいんだけども、うんえー、まあ地方の人は困っちゃうわけですねあるいはねお医者さんとしても 必ずしもねこの都市部にいる必要あるのかなと私は思いますね。もうちょっと流しやってもいいんじゃないかなと思うんだけどもなんでかっていうと今ネットでもね何でも連絡手段があるんで別に都市にいても、えー、離れたところにいても連絡はつくわけですよ、うん。だから情報で格差があるってことはね少なくなってきてるんじゃないかなと私は思いますね。 昔に比べれば、えー、その住む土地はどこかっていうのはあんまり情報格差として現れにくい、えー、わけだからねこういう形うにしとくのもいいのかなと思いますよね、えーまあ、流しあるいは過疎化のとこに病院ガンと建ててお客さんに来てもらうとかね、はい、それから まあ、ああ順番で順繰りで巡回していくとか、うんまあ、そういうことね、はいまあ、そういうことをね考えさせるような、えーまあ、無視師の飲み会ですよねはい、うんはい、えー、でこのねあのお話の中でちょっと細かいんですけどね 私がすごいなと思ったのはあこの主人公のおやじさんお父ちゃんねお父ちゃんはあまあ杜氏でお酒を作る職人で,で腕がいいというわけですねで、えー、息子はねまだまだですよねまああの頑張ってるけどもまだまだということですね でお父ちゃんがこの父親がこのね、えー、酒造りにのめり込んでいった、うん、精進していったのは森の中で何、えー、て言うかなあのこの虫師たちのこの飲み会で好奇、うん、を飲ませてもらったんじゃなかったかな確か。うん この自分のね食いのみと交換して好機を飲ませてもらったはいそれがあのー、忘れられずにそのうまさが忘れられずに自分でも作ろうとねえー、究極にチャレンジしていし続けたそのモチベーションがあったからですよね、うん、さっきねマイナス面は少し話しましたけども今度はプラス面ね 昔飲んだお酒昔飲んだお酒、えー、最高の酒でそれを再現したいと、あのー、くれぐれも言ってきますけどもそのお酒はうまかったのは勘違いかもしれないあるいはすごい疲れてたからうまく感じたのかもしれないあるいは通常の方法では再現できないような 無理めなな、ねえー、ことなのかもしれないしかし、えー、その酒を再現するために、えー、まあ,あ頑張ったあ親父がいるということね。でうん親父は結局その後期自体を作り出すことはできなかったけども腕のいい職人になって素晴らしいお酒を作り続けたということですね。 でまあ親父さんは無視し,しの光るお酒を飲んでそれをモデルに、えー、頑張って作っていたということ。で息子はですねんていうかなあの親父の作った酒の味をモデルに、えー、自分も作ろうと。 いいう風にしてるわけ、はいえー、シンプルに言うと親父は、えー、本物の好奇本物の光る酒を飲んでそれをね、えー、再現しようとしてるで息子はです、ね、父親の再現した偽物好奇これをですね、えー、目標に自分もそれを再現しようとしてる。ね、だから 親父がコピーを作ったとすれば息子はコピーのコピーを作ろうとしてるみたいなそういうねことがあるんですよ。うん、あのー、まあコピーのコピーだからね。うんえー、うまあ 我がいものという言い方はねちょっとねひどすぎるよね、えー、実際にえー、まあなんてうまい酒ができてるし実際にえー、まあある程度不思議なことが起きてますよねうんだからコピーのコピーを作るというねその妙な感じしかし それはモチベーションに確実になってるんで、えー、まあちょっと意味はあるのかなという,うん、えー、まあなんていうかな必ずしも本物をねコピーするーしようとすることだけが、えー、正解じゃなくてコピーのコピーあれコピーのコピーのコピーを作ろうとしすることもですね 腕を上げるのに役立つのかなと。うんいうことですよね。はい、えーまあ、実際ねあのお酒とかね飲んだらなくなっちゃうもんだからあるいは保存してたら古くなって質が変わってしまうものなんで100年も200年もは同じ状態は保てないですよねワインでも何でもそうだけど。うん だからその固定化させるってことはねできないわけ。えー、例えばあの標準的な標準的な味とかね標準の酒とかいうふうに物差しとして作り出すことが難しいよね。だからこそあこの記憶の中のお酒っていうね、えー ものででしか定着できてないといなとうね当然記憶も変容しますので時間が経てば変わっていきますのでおやじの持ってるお酒も年々変わってきてるんでしょう。うんまあ、だから何がオリジナルかっていうのもねこう分かりづらくなってる状況があるんですけどもはい、えー、まあこんな感じではい見ておりました。